オプションパーツがついての187万円ですよ。しかも税込みということで、お買い得車早速見ていきましょう。ホンダ NBOX カスタムということで、初年度登録が令和元年10月になりますね。ちょっとね、今エンジンつけてきました。走行距離ね、走行距離は6505キロですね。6000キロって言ったらちょうどまあ車がしなやかに当たりがついてきた頃かなという感じですよね。いやー、これ赤黒のツートンカラーがいいですよね。やっぱね、今ツートンカラーってね結構流行ってますよね。おしゃれだなという印象があります。おー、いいねカスタム、いいねカスタム。しかも赤色、こう赤いシャア赤い水星シャアみたいないう感じはしますけど、やっぱね、ホンダの赤ってね、やっぱスポーティーなイメージありますよね。うわ、綺麗な赤ですよね。こういったね、下回りとかも全然どこも傷が見当たりません。綺麗な状態でございます。ちょっとこちら、試乗もさせてもらいますので、軽く室内見ていきましょう。やっぱこれハンドルがええわ。ハンドルがええわ。あ、そうそう、これこれ。これ何インチ？結構大きめのね、ナビがついてますね。やっぱね、新しい車はね、この辺がやっぱだいぶ違ってきますよね。より先進的なね、乗り物になるなという感じがします。あ、やっぱこの川張りステアいいわ。こういうところもね、ちゃんと、ほら、川張りなんですよ。で、私がおすすめしたいポイント、こちら、スーパースライドシートですね。これちょっとやってみましょう。そうそう、ちなみに、ここ、運転席のここで、開きます。ね。これいいよね、こう自動扉。これだけで感動する。これがいいんです。すごいね、力入れやすいんですよ。軽く、ほら、すごいよ、これ。すごい動く。うわ、すごい、ここまで来る？はい。一番前まで押しました。ほら、これわかりますかね。これ足元こんな、もう全然、まっすぐ、足をね、まっすぐ、まっすぐ伸ばしても、靴がつきません。いや、これはかなり、いいよね。後部座席すごい楽しんで乗れると思います。で、こういったね、ほら、日差しよけとか、お手の物っていう感じですよ。で、助手席今は目いっぱい後ろまで、移動しました。ちょっと映りますね。こう車内でこう移動できるのがすごい。これちょっと伝わるかな、この広さ。もう余裕で足組めます。あ、で、このドアパネルのね、ほら見てください。このちゃんとね、なんかメタリックのちょっと濃い茶色というかね、いや綺麗ですよね。あ、こういうところもちょっといろいろ。あ、ライトはつかないタイプね。あ、でも天井が真っ黒でかっこいい。あ、これがドラレコか。あ、今ね、ちょっとこれ室内の声、今これなんかスピーカーを返してね、音が鳴ります。これほら、鉱石会話っていうのがあって、スピーカーから音がします。私の声がします。鉱石に乗ってる人の声をスピーカーが拾って前に聞こえるようにするというものもついてます。ちょっとこれ停止しときますね。いや、このナビだけで確か25万ぐらいするんじゃないですか。で、これね、ドラレコね、こうほら、ついてます。ドラレコ前だけじゃなくて、ちょっと後ろもお邪魔します。後ろも撮れるドライブレコーダー。いやー、最近ね、煽り運転とかありますよね。そういったのもバッチリ録画できるといったものですね。で、このナビの方にこのドライブレコーダーがね、連動してるんですよね。ドライブレコーダー再生リスト、過去の動画が見れます。ちょっと最近のやつ見てみようか。おお、こんな感じで映るんですね。前方と後方切り替えられるわ。うわー、全画面表記。まあ、ちょっとこれ今動いてないんで分かりづらいんですけど、ちゃんと後ろもこの大画面で、結構解像度も高いぞ。何月何日の何時頃っ
ていうね、画像が、証拠画像が出てきます。ほら、動いてるところこんな感じです。これ前方切り替え。あ、面白い面白い。すごい。これ楽しめるぞ。いや、これね、純正ドラレコ皆さんつけた方がいいと思いますよ。これに、ちゃんとナビに連動するんで。で、嫌なコードがないですよね。社外品つけちゃうと、実はこの辺のシガーソケットから取ったりとかしないとダメなんで、電源がね、1個なくなっちゃうんで、ぜひとも、ディーラーさんでつけていただきたいと私は思います。まあ、それがね、ついてるんですよね、最初から。なので、安心安全。ではね、ちょっとだけ試乗の方させてもらいます。まあ、走行距離がね、伸びちゃうとダメなんで。まあ、ちょっと、動作確認といった感じです。さっきね、ついさっきですよ、私、NBOX カスタムの、マイナーチェンジ後の車を乗りました。正直なところ、差はないですね。差は、ほとんどね、買えないんですよ、ホンダってね。最近ね、やっぱ、N1 も販売したんですけど、デザインを、買えないっていうね、なぜなら売れてるから、なぜなら売れてるから買えちゃうと売れなくなっちゃうから、買えないっていうね、そういう感じなんですよ、今のホンダさん。なので、まあ、乗った感じね、全然、マイナーチェンジ後と、マイナーチェンジ後との差ってなると、リアの、センサーが4つになって、後方センサーが増えたと。いう感じですかね。ホンダセンシングで言うと。それ以外は一緒なんですよ。残念ながら新しいやつも、ブレーキホールドシステムっていうのがつかなかったですよね。残念ながら。電子パーキングにならなかったんですよね。まあ、中古車ね、私結構乗るんですけど、乗ってすぐね、わかります。差が。やっぱ新しいこれぐらいの6000キロぐらいの車ってね、サスペンションとかが全然抜けてないんですよね。結構やっぱ距離走ってる車ってね、ガスが抜けちゃうんですよ、サスペンションのね。あの辺でちょっとやっぱ運転してると、ちょっとなんかゴソゴソするなと。あれこれサス抜けてねっていう中古車結構多いんで、その辺はね、やっぱこの、新しい中古車っていうのは、かなりのおすすめですね。やっぱ軽は、どうしても馬力規制っていうのがありまして、その辺ね、やっぱ私はね、軽乗るんでしたらターボを選んだ方がいいかなと思います。やっぱり上質感っていうのもその辺で変わってきますからね。日々の毎日乗る方でしたら、特に、このやっぱ燃費よりも、このやっぱ走りの方を取った方がいいかな。その燃費もね、そんなに変わんないんですよね。はい、今ちょっと U ターンしてきたんですけど、小回りもめっちゃ効くわ。やっぱね、これ、ハンドルがね、やっぱ切れますよね、K ってね。すごいやっぱ街乗りも、一番しやすい車なんじゃないかなと思いますね。で、やっぱり乗っててかっこいいですよね、このカスタムね。いや、たまにね、このカスタムとすれ違う時に、あ、かっこいいなと。特にウィンカーがね、この、シグナルランプっていうんですかね、この流れるウィンカーでね、結構かっこいいですよね。いや、この NBOX カスタムのこのね、低走行距離の中古車ってね、本当にね、探してもないんで、しかもこのナビと前方後方のドライブレコーダー付きですよ。それで187万。しかもディーラー中古車ということでね、いや、これはかなりおすすめできる車です。早い者勝ちなんで、早めにちょっと問い合わせしていただいた方がいいかなと思いますね。詳しくは下の概要欄に貼ってますので、皆さんチェックしてみてくださいね。はい、というわけで今日は、NBOX カスタムの極上中古車でした。じゃあね、わーい、お早めに。